南出口側南出口港内芦屋駅は、兵庫県芦屋市線と町にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA54、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。新快速の停車駅である。高級住宅地が広がる芦屋市の中心駅である。1957年に、東海道本線の快速停車駅を増やすことが、 検討された際、当時は隣接駅であった西宮駅と東駅で争奪線が繰り広げられた。結局、福福線の内側を走る快速列車は東駅、外側線を走る快速列車は西宮駅に停車させることで決着を見ている。2003年12月1日改正で、東駅と西宮駅には外側線、内側線と関係せず快速が、 終日停車に統一された。当駅と西宮駅は昔から停車列車などで争ってきたが、阪急阪神中心の西宮に比べて足足の中心部にある当駅の方が利用者は多く優先されている。島式2面4線のホームの両側に通過線が1本ずつ設けられた2面6線の地上駅で駅舎は強常化されている。外側線の本線は 特急や貨物列車などの通過線で、ホームがない。そのため、新快速は当駅構内のみ、内側線の対比線に移る。内側線の本線は3.4番線である。停車場に分類され、当駅には折り返し設備もあり、実際に、阪神、淡路大震災の時をはじめとしたダイヤ乱れの時に、使われることがある。2007年度後半。 朝ラッシュ時に当駅始発の普通列車が設定されていた。なお、阪神、淡路大震災でホームが壊れたため、1997年2月16日に復旧工事が完成した際に大阪方面のホームは東側にずれている。当駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として立花駅、甲子園口駅、西宮駅、 桜宿川駅の4駅を管轄している。アーバンネットワークエリアに属しており、アイコカ及び定型 IC カード利用可能駅である。昼間時は1時間に16本停車する。快速と JR 東西線発着の普通が相互接続を行う。長席時間帯は本数が多くなる。2016年3月26日のダイヤ改正より昼間時は新快速が 京都駅、高槻駅須磨駅、西明石駅間運転の普通を西宮駅付近で追い抜くようになったため、当駅での相互接続は廃止された。構内には6線あり、ポイントが複雑であることから、列車が構内に入線するときは、下記の通りに速度規制がかかる。下り線大阪側のポイントの改良工事が行われ、大阪方面外側線から1番乗り場に入線する。 歳は45キロ制限から60キロ制限に緩和された。主な駅弁は下記の通り。2019年度の1日平均乗車人員は27,135人である。JR 西日本の駅では第31位。芦屋市内では最も利用者数が多い。近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。ラポルテから 北出口を望む高級住宅地として名高い芦屋市の中心で駅ビルには大丸芦屋店がある。阪神間の都市の多くと同じく平行私鉄の同名の駅とは離れている。西宮市、天川崎市、伊丹市などでは平行私鉄の駅の方が市の中心市街地を形成するが、芦屋市においては JR の当駅が市の中心部にあたる。しかし、 駅前から一歩奥に入れば、すぐに、震災後少なくなったとはいえ豪壮な邸宅、ステンドグラス窓の洋館など、谷崎淳一郎の作品、笹目雪の世界さながらのお屋敷街が存在する。芦屋、西宮の高級住宅地からは一見、山手側を走行する阪急神戸線の方が、便利なように見えるが、芦屋川駅や宿川駅の駅前が未整備なのに、対して、当駅周辺は、 整備されており、自家用車でのアクセスが容易なため、芦屋市内のみならず、西宮市西部の高級住宅地の住民も当駅を利用する傾向にある。近年の新快速停車で、さらに拍車がかかった。担当路線の拠点であり、当駅北バスターミナルを境に、芦屋市の南北へのバスが発着する。ありがとうございます。